今週の進化 TV は FC 琉球的首里城不思議発見ツアー。宮古島出身上里和正選手と首里城初めての山下レオ選手が首里城を旅します。ハイサイ偶数幼虫ガナビラジョン・カビラです。ウォッター進化 FC 琉球 FC 琉球はウチナーの進化。みんなが一つになって Wind of the 琉球琉球の風を起こしましょう。FC 琉球進化 TV Off the Pitch。 今週は沖縄の歴史を知る企画、 FC 琉球的首里城不思議発見ツアー。今回はですね、首里城を上里和正選手、そして山下レオ選手と歩きます。お二人ともよろしくお願いいたします。上里和正選手は宮古島出身。冷静な判断力と正確なキックで FC 琉球を牽引する36歳のベテラン。和選手は首里城を来られたことありますか？はい、何回か来たことありますけど、詳しくはあんまりわからないかな。おお、じゃあ今日は一緒に探していきましょう、はい、ぜひお願いします。琉球2年目の山下レオ選手は大阪府出身。レギュラーを目指す23歳です。というわけで、レオ選手は来られたことありますか？僕はチームの写真撮影ぐらいしか来ないです。毎年撮影する選手の集合写真、 FC 琉球は守礼門の前で撮影してるんです。じゃあ中にまだ入られたことは？はい、入ったことは。おお、正殿もないんですか？僕多分来た時もうすでにやってたんで、一回も見たことないですね。2019年10月に起きた首里城正殿の火災。沖縄の象徴が消えたことに多くの人々がショックを受けました。 FC 琉球は首里城復興を応援。ユニフォームの胸に首里城を掲げ、寄付金活動などを行いました。正殿の火事の時って、はい、カズ選手覚えてらっしゃいますか？覚えてます。最初はもう朝起きて、テレビのニュースで、見たんですけど、はい、びっくりしました。え、これ本当に首里城っていうことから始まって、え、これ嘘だよなと思いつつ、嘘だと思いたかったですよね。思いたかったですし、もうチャンネル変えて もうどのチャンネルでもやってたんで、あれちょっとこれ本当なんだっていうところから、ちょっとやっぱりショックでしたね。すごい心にぽっかり穴が開いた感じな。本当そうですね、沖縄の象徴であるところが、うん、はい、火事になるっていうのを見るっていうのはちょっと僕の中では衝撃でした。首里城正殿の復元工事が今年開始。そこで今回はカズ選手とレオ選手で現在の首里城を見に行きます。とその前に、ここでクエスチョンです、はい、私たちがいる今、守礼門ですね。王国時代、中国皇帝の使者が琉球を訪れるときに守礼の天閣をかけたことから守礼門と呼ばれていますが、はい、通常は違う天閣がかかっておりました。さて、何と書いてあったでしょうか？漢字二文字でお答えください。漢字二文字、難しいですよ。絶対わからないやつな。守礼は琉球が礼節を重んじる国であることをアピールした言葉。では普段は何と書かれた変額がかかっていたのでしょうか？漢字二文字なので、なんか聞き覚えのある言葉を言ってったら、沖縄もう完全沖縄っぽいです。もうザ沖縄というか、まあここですよねって感じですよ。はい、今大ヒント。え、思ってた。ここですよって感じでしょ、うん、首里、首里。大正解。さすがです。さすがです。大ヒントすぎましたけど。いやさすがです。普段は首里の変額がかけられ、首里門と呼ばれていました。それ以前は大剣の変額がかけられ、大剣門と呼ばれていました。17世紀頃から常に守礼の変額がかけられるようになったそうです。それでは行きましょう。
イエーイCM の後、首里城不思議発見ツアースタートです。FC 琉球的首里城不思議発見ツアー、開館門、随仙門を通り、カズ選手とレオ選手は七茶のうなへ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。会いたいメサーレ、本日は首里城ご案内させていただきます解説員の倉森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在復元工事中の首里城では有料ガイドツアーを行っており、解説員さんが分かりやすく首里城を案内してくれます。倉森さん、お願いします。今皆様の目の前に見えておりますのが正殿の前にございました大龍柱でございます。2019年10月31日の火災の時ですね、正殿の周辺にありました石の彫刻物はほぼ壊れてしまったんですが、前にありましたこの大龍柱だけは自立したまま残っておりました。ただ被害がなかったわけではなく、ひび割れや剥離が大変多かったので、もう立つことはできないそうで引退が決まっているんですね。そうなんですね。これ重さどのくらいあるんですか？1体で約 1.5 トンだそうです。わお、 1.5 トン、 1.5 トン、うわそんなあるんだ。立っている時は台座を含めると4メートル超えていましたので、もう大変見上げるしかなかったんですが、そうですよね、大きかったですよね。そうなんです。今横になったことでお顔の作りなどもしっかりはっきりご覧いただけるようになっております。かっこいい。そういうことか。本来ならこんなん見れないってことですもんね。見れなかったですね、この迫力では。半分で、ね、ちょっと色違いますよね。そうなんです、その通りです。本当だ、はい、正殿の正面で向かい合わせにおりましたので、半身半身で火を受けたところと受けてないところが存在しているんですね、はい、残念ながらリタイアとなる大龍柱、現在普段は見ることのできない角度から見ることができます。いよいよ3人は復元工事が行われている正殿へ。そのまままっすぐお進みください。あら、あらららら、変わり果ててる。とここでタイムアップ。今週はここまで。来週これこそが世界遺産。15世紀の首里城正殿の跡を見学します。お楽しみに。ゴールデンウィーク期間中、首里城公園では体験イベントを開催。ぜひ足を運んでみてください。CM の後、今日のホームゲーム情報。グーナ一台を当てろ、FC 琉球ミニミニキックターゲット。県内1万台以上の中古車情報が検索できるグーネット沖縄を使い、選手が選んだ車を当てるゲームです。挑戦するのは清武選手。奥崎選手が選ぶ車を当てていただきます。ミニクーパー D クラブマンです。清武選手はミニキックターゲットに挑戦し、打ち抜いたターゲットのヒントを獲得できます。ただし逆足のパネルを打ち抜くと以降逆の足でキックしてもらえますので気をつけてください。まあ、一応チームでフリーキックやってるんで、まあ、ほとんど落としたいなと思います。頑張ってください。ミニミニキックターゲット、よーいスタート。惜しい。全然意外とあれだね。ブレーク。分かった。うわ、2枚抜け。2枚いた。残り20秒。いけいけ。おお、ナイス。3枚抜きました。逆足ってないでしょ。はい、逆足。ここから逆足です。あと何秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。終了。逆足地獄。逆足むずいな。じゃあボディタイプは何ですか？コンパクトです。じゃあメーカーを。ミニ。お、ミニ。走行距離6万キロから7万キロ。10台。よし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 。ミニ、ミニクーパー D クラブマンブルー。クラブマンだけど2017年の黒。
1万台以上の中古車情報を掲載。検索方法も豊富で、きっとあなたの理想の1台に出会えます。グーネット沖縄で検索。ホーム戦今季初勝利を目指す FC 琉球、今日ホームゲームが行われますよ。はいさい、 FC 琉球8番池田蓮です。次のホームゲームは今日夕方5時キックオフです。ぜひ応援に来てください。場所は沖縄県総合運動公園にあるタピック県総ヒアゴンスタジアム。チケットはセブンイレブン、ファミリーマートなどで販売。詳しくはFC 琉球ホームページをご覧ください。小学生のみんなは夢パスの登録で無料で観戦できます。 FC 琉球 LINE 公式アカウントをお友達追加し、夢パスを登録してねFC 琉球的首里城不思議発見ツアー来週は15世紀の正殿の遺構を見学。ゆうりちゃんの首里城クイズにカズ選手も頭を悩ませます。来週もお楽しみに。これ羽根か。お隣に便乗、言葉っておもろいもんて、一人は好きだが孤独は大嫌い。さいついでさい横並びの愛情、地に足つけ空を拝むテレコ、何気ない幸せに気づけるよ。大事なもん指折り数えてこう、身に余るほどの大量の愛しみ。